突然ですが、私にはお兄ちゃんがいます。いえ、7年前にお兄ちゃんがやってきたのです。今でこそ一人前の私ですが、その頃の私はまだピヨピヨの子供だったので、敬意とやらはよく知りません。でもお兄ちゃんはお兄ちゃんなのです。無口だけどほんわかしていて、お父さんにもお母さんにも頼りにされていて、私が植木鉢を割ったり、道場の床磨きに車のワックスを使ったり、夏休みの宿題を溜め込んでもやれやれと肩をすくめて手伝ってくれる、そんな流れる水のように自然で優しいお兄ちゃんでした。なのに。それじゃあ行ってきます。お母さんも元気で。あ、その日お兄ちゃんはとても早起きをして、荷物をまとめてお母さんに挨拶をしていました。参ったな、みやこちゃん、今日は早起きだね。これから遠野の家に戻るんだ。なんでか今さら呼び戻されてね。今までありがとう。これからも元気で。ああ、でも道場ではほどほどに。建物も傷んできている。あんまり無茶な使い方はしないように。あっさり行ってしまいました。そんなに嫌なら行かなきゃいいじゃん、とか。お兄ちゃんは宮子のお兄ちゃんなのに、と全力で止めたかったのに、いつも通り緊張して声が出ませんでした。私はお兄ちゃんを前にすると喉が詰まってうまく話せません。大丈夫、大人になればちゃんと話せるようになるんだから、なんて。ずっとお兄ちゃんがうちにいてくれると甘えていたツケが回ってきたのです。お兄ちゃん行っちゃった。でも仕方のないことなのです。遠野の命令には逆らえないと。お父さんも新キングターン。本当にそれでいいのかにゃ。まともな妹アピールもできずに敗北者になった。ビーム一つ打てないガール。誰だ、猫、猫が喋ってる。怪しすぎる、何者だお前。噂の吸血鬼泥棒だな。ノータイムで猫と吸血鬼をつなげて考えるのはよせ。あたしでさえその発想力にめまいがする。うるさい、やっつけてやる。今の私はめっちゃ凶暴だかね。だから待てって。有馬美也子、有馬家の一人娘、血液型O型、身長131センチ、体重35キロ、筋力 C、 耐久 C、 B 小 B、 魔力 E、 幸運 A、 アークドライブ C。 小学生でありながら中国武術をたしなむ違いのわかるガール。で、間違いはないかにゃ。パラメーターは猫独自の解釈ですので、他作品と混同しないようお願いします。パラメーターよくわかんないけど、それ以外は合ってる。おい、なんでそんなこと知ってるの猫。
それは私がお前自身だからにゃ。私はお前の中にある猫的なものの集合体、心の声、すなわちマインドキャット。マインドキャット、そっか、やっぱりお兄ちゃんを遠野家に行かせちゃダメなんだ。よし、悪い偽物の妹からお兄ちゃんを力ずくで取り戻すぞ。そう、お前が本当にしたいこと、するべきことを教える Wi-Fi スポットのような存在。ってもういねえよ、あのシスター。大丈夫？物分かり早すぎるにも程が似合い。私の八極拳受けてみろ。かかる火の粉ってやつ。うん、払う払う。オープンユアマジックサーキット、ファイト。負けないよ。やっは、いくよ。フェイト。えいや、飛んでけ。甘い。くらえ。えいや、飛んでけ。よいしょっと。まだ全身パワー。はっ、ファイト。飛んでけ。はい、こまった。まだまだ、はいーな、はっ、いくよ。はい、こまった。はっ、よっと、スピアル。こりゃー、やだ、ここ、いかうか、ここね、はい、ここで、フィニッシュ。逃がさなさい。はっ、止めて。はい、こまった。やあ、ユーリン。サインはマジック、その気になった。バイク、はい、こっちだ。甘くない。はい、はい、はい、こまった。やったわね。はい、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 甘く見てたわ。はい、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 こまった。あったまきた。はい、はい、はい、こまった。えっへん、完全勝利。いけない、弱い者いじめはカッコ悪いよね。お兄ちゃんの妹は正義の味方なんだから。よし、行くぞ。殺しには空いているんだがね。オープンユアマジックサーキット、ファイト。キャッ、俺の番。いやー、はっはっ、たまんねえ。はっはっ、止めて。はい、ここへ。たまんねえな。うわわ、こげろ。はっはっはっ、あれ、はい、はい、止めて。はい、よいしょ。たまんねえ。キャッ、打ち込む。はっはっはっ、止めて。ドン。はっ、えいや、全身歩。捕まえた。はぁ、せいや。ユーリン、やるじゃないか、焼きがいがある。ファイト、カウター。俺の番か。カウター、いくよ。はい、よいしょ。ここから逃げんなよ、そこだ。ファイト、ファイト、飛んでけ。はい、よいしょ。ここからやってくれ。いや、そりゃ、そりゃ、いくよ。はい、捕まえた。やりました。なんという、なんという。えへん、完全勝利。校長、校長、絶好調。これも日頃のコンフーの賜物です。これまでのあらすじ。無敵、あまりにも無敵。立ちふさがる敵を倒し、着実に悪の総本山に近づいているのであった。
し、おかしいよね、なんか。会う人会う人知らない人ばっかりで、挨拶もなしで襲いかかってくるし。私がカンフーの達人でなかったら、とっくに刑事事件だよ。私は遠野のお屋敷に行って、お兄ちゃんを閉じ込める悪い妹をやっつけたいだけなのに。ほほん、それはなかなか興味深いお話ですね。あ、空から黒いのが降ってきた。また私の邪魔をしに来たの？おっと、驚かせたのならごめんなさい。大丈夫、私は町の治安を守る正義のシスター、あなたの味方ですよ、有馬美也子さん。その武術、八極拳ですね。よく練られたコンフーでした。私のことは親切なメガネの先輩と覚えていただければ。お兄さんにもそのように伝えていただけると助かります。それで何か困ったことがありませんか？私でよければご教授しますが。あの初めて来た町だから迷子になっちゃって。お屋敷へはどうすれば行けるでしょうか？駅前から30分ほど徒歩で移動した先にあるあの小高い丘の上ですよ。それと妹さんの名前は遠野明葉さんです。玄関で用向きを言うときにお使いください。明葉、悪そうな名前聞いたことない。ありがとうございます、シスター先輩。よし、頑張るぞ。その前に少しだけおせっかいを。今のままでは明葉さんには勝てません。あなたの八極拳には思い切りが足りないようですから、ここで一つ私が教授してあげましょう。マジックサーキット、ファイト。カウンター。角で。いや、許したまえ。この野郎。痛いじゃないですか。飛んでけ。角で。ライリング攻撃。いくよ。危なっ。軽いのに止めるまでないよ。見せてあげますよ。You win. Turn your magic on. Fight. Yeah. Madam, hot. Hot. Madam, hot. Yeah. Oh, no. Hot. 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 Hot.カウンター、これで最後です。痛いじゃないですか。危ないと。終わりですか。はい。カウンター、痛いじゃないですか。飛んでけ。国売日なのに。おっ、勉強になりました。
の成果見せてあげる。へえ、懺悔タイムいっちゃう。オープンユアマジックサーキット、そこファイト。そこ、いや、またもそこ、いや、いや、またもいや、そりゃカウントおとなしくしてな、近寄るな、またもそこ、1カウント、ほらそう、カウント、気合い入れる、じゃあ、ちょっとカウント、ほらえい、いや、いや、よし、あれだね、よいしょ、無理無理、いや、隠れとかないか、止めて、どうだ、ユーリン、ターンユアマジックサーキット、メモっとくから行くわよ、珍しい催し物なのですね。オープンユアマジックサーキット、行きます。ファイト。ややで、さすがに。再開です。こっちだ。飛んでけ。さすがに。困る。あなたは困ります。第一カウンター。困る。カウンター。誰？飛んでけ。はい、よいしょ。私を怒りました。よいしょ。カウンター。カウンター。さすがに。あなたをダウンだ。ただいま。この野郎、それくよ。再開です。いいです。いくよ。はい、よいしょ。あなたは、再開です。上です。そりゃ、ダウンだ。再開です。ダウンだ。失礼します。行きます。この野郎。ダウンだ。変えます。お待ちください。ドア、サタ。ただいま。やれ、ダウンだ。さすがに。はい、こぼれた。腕まくりだ。ご覧ください。さすがに。飛んでけ。よいしょ。腕まくり。いいよ。えへん、完全勝利。強いのは当たり前だよ。うちには道場があるんだから。うん、ずっと使われてなかったのは秘密。ファイト！おう！はじめますよ。オープンユアマジックサーキット、ファイト！えい！ケアリア！どれ！こっちだ！ブレスト！はい！いくよ！よいしょ！やられました！まだまだ！ガードレス！ジャードレス！やりゃー！現在異国！ダッシュ！よし！ケロン！よいしょ！こっちだ！バウハ！くらえ！やられました！
ウィン。ターンはマジックサークル。ファイト。そりゃファイト。カウンター。やっちゃうぞー。そりゃカウンター。まだまだ。はい。そりゃっと、おっと、こっちで。やっちゃうぞー。キャッ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 キャ
と、みやこちゃん、一人でよく頑張ったね。悪い妹に捕まった時はどうなることかと思ったけど、みやこちゃんのおかげで戻ってこれたよ。やっぱり有馬の家が一番いいな。もちろんみやこちゃんがいてこそだけどね。それじゃあお兄ちゃんはそこで見ていてね。私新しい灯籠を覚えたんだ。今まで見てもらえなかった分、ご指導ご鞭撻のほどお願いします。俺でよければ。ああ、でも水分補給はしっかりするんだぞ。頑張りすぎて体を壊したら元も子もないから。大丈夫。一日の冒険の成果かな。いろんな人と組み手をしたおかげでお兄ちゃん限定の緊張癖は解消された。道場もリフォームしたし、お兄ちゃんの貧血も治ったみたいだし、もう怖いことは何にもなし。私の毎日はすっごくご機嫌なのでした。グッドキャッツ。エンドロール言っとく？